いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は私が施工した消防設備のシステム P 型2級受信機、火災受信機連動操作盤、非常警報設備、非常放送、電源制御機、カットリレーコンセント、発信機、低温式スポット型感知器、特殊60度 C の熱感知器、アッテネーター、防滴型天井スピーカー、停止用の煙感知器、誘導音付き点滅型避難口誘導等ですが、こちらのシステムを使って熱感知器を加熱試験機で炙って作動させ、受信機と非常警報設備、非常放送起動かけていきます。今ですね、感知器起動時の、感知器発泡放送連動の設定で今連動になっていますので、感知器が作動すると感知器発泡放送が流れるんですが、それを確認した後にですね、システム設定から感知器起動時の感知器発泡放送連動の設定で連動から停止に切り替えるとですね、感知器が発泡しても感知器発泡放送は流れず、こちらからですね、操作員様、係員様の方にですね、指示がこちらから出て、どういうふうにしてくださいというのをですね、指示してくれる、そういったですね、形になります。それをですね、確認していきます。まずはですね、感知器起動時の感知器発泡放送連動の設定が今連動になっている状態、それを確認していきます。蓄積中。発泡。音止めます。ただいま、新館1階の火災感知器が作動しました。係員が確認しておりますので、次の放送にご注意ください。Attention, please.The fire alarm system on the first floor of the new building is indicating a fire. We're investigating the cause. Please wait for further information. 復旧かけます。そしたらですね、システム設定から感知器起動時の感知器発泡放送連動の設定を連動からですね、停止に変えていきます。非常動作設定、音声警報、感知器発泡、今ですね、連動になっているのを停止に変えます。はい、今ですね、停止に変えると発泡連動停止がですね、点灯します。そしたらですね、先ほどと同じように熱感知器を炙って作動確認していきます。蓄積中。現場を確認せよ。火災の時は音声警報火災スイッチを押せ。誤報の時は自家砲を停止させた後、非常復旧スイッチを押せ。火災信号を受信した。現場を確認せよ。火災の時は音声警報火災スイッチを押せ。誤報の時は自家砲を停止させた後、非常復旧スイッチを押せ。このモードの場合にはですね、感知器が発泡しても、音は鳴らずにですね、この、非常警報設備の本体、非常放送の本体で、こういった形で操作員様、係員様の方に、指示する放送が流れます。そしたらですね、
火災だった場合、火災ボタンを押します。現場を確認。火事です。新館1階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。There is a fire on the first floor of the new building. Please evacuate as quickly as possible. 復旧かけます。こういったですね、動きになります。原則はですね、一番最初の、感知起動時の感知器発砲放送連動の設定の連動がですね、基本的な形になります。ただしですね、先ほどのように、システム設定からですね、感知起動時の感知器発砲放送連動の設定で停止にすればですね、感知器が発砲しても即ですね、発砲放送、感知器発砲放送は流れず、こちらの方でですね、本体の方で指示を出してくれて、その指示通りにですね、火災であれば火災ボタンを押すし、非火災であればですね、誤報であれば受信機の復旧をかけて、非常警報設備、非常放送の復旧をかける形になります。この場合ですね、感知器が発砲しても音が鳴らないというところでですね、パニックをですね、抑止できるように思われますが、万が一ですね、火災であった場合や、たまたまですね、捜査員様、係員様がいらっしゃらないときに、そういった形のですね、放送が入ってきた場合に対応できない等のことがあることから、違法とのことがない限りはですね、感知器が発砲したら、感知器発砲放送と連動させる。これがですね、基本になります。このですね、感知起動時の感知器発砲放送連動の設定を停止にする場合には、所轄のですね、消防機関様の方と、話し合い、打ち合わせ、協議が必要となります。非常警報設備。非常放送の音声警報が鳴動したら、大切な命を守るための行動をとってください。火災時に発生する有毒な煙にご注意ください。この有毒な煙で命を奪われます。避難及び誘導の際には極力この有毒な煙を吸い込まないような対応、対策を捉えてください。避難及び誘導の際には、誘導と誘導標識を目印にされてください。誘導と誘導標識は避難経路に設置されており、誘導と誘導標識を目印に避難及び誘導すれば、必ず最終避難口まで導いてくれます。矢印式の誘導と誘導標識があれば、矢印の向きが避難及び誘導の方向となります。火災時には消火器による初期消火、迅速な119番通報、避難及び誘導が重要となります。大切な命を守るための行動をとってください。